暴力団追放三内運動プラスワンを実践しましょう。その1、暴力団を利用しない。その2、暴力団を恐れない。その3、暴力団に金を出さない。プラス、暴力団と交際しない。暴力団追放は社会のルールです。薬物の乱用はレッドカードです。我々が試合中に手を出したらイエローカード。薬物は手を出したらレッドカード。薬物乱用はダメ、絶対。キャッシュカードを新しくする必要があります。暗証番号を教えてください。その電話は詐欺です。キャッシュカードは渡さない。暗証番号は教えない。みんなでストップ特殊詐欺。